今日9月6日です。じゃあ今日で終わる、だいぶ終わりには近づいてくると思います。というわけで、行きましょうか。今日からぼちぼちボタンをつけていきます。なんで、まあその準備から始めましょうか。はい、まあ相も変わらず、片付けと準備なんですよね。で、なんでかって言ったら、トタンを、まあ、前回の動画で剥がしたと思うんですよね。で、そのトタンを剥がした木枠を片付けることですね、まずは。で、その木枠も、まあ、全部が全部使えないもんではないんで、よほどアリが食ってたりとか腐ったりしない限りは使ってます。で、それのおかげでもう完成したっていう感じなんで、ギリギリですね。だから今回の家一軒の DIY に関しては、まあ、トータルで約200万近くかかってますね。でもよく200万円でお釣り来る程度で済ましたなっていう感じですかね、本当に。今とにかく何が痛かったかって言ったら、ここを買った初年度1年目の時にすぐ出稼ぎ行っちゃったんですよね、荷物置いて。それが痛くて、何が痛いかって言ったら、やっぱり給湯器をのタンクの水を抜かないで出稼ぎ行っちゃったっていうのはでかいですよね。だからそれで無駄にタンクを壊したんですよね。それで17万5000円飛んだんで、まあ、それくらい悔やまれるとこですよね。まあ水道業者って設置してくれた水道屋いわく、電気をブレーカーを落としちゃうのはダメだって言われたんだよね。やっぱりその多少のヒーターはついてるらしいね、ポケット同士の。だからそれは聞いたけど、電気の契約自体しないで出ていっちゃったから、それもしょうがないんだよね。だから今年はどうしようかなって。結局メインブレーカーは落とさずに、でもまあ別にね、電気を入れておくメリットはないよね。風出てきたんで、だからまあ何をしようかって感じだよね。一旦トタンをねしまいましたね。ちょっと風出てきたから、まあ今日の作業終わりに、そうだな、あれだ、筋交いをちょっと鉄筋余ったやつで入れないと、まあ、ちょっと不安かなっていう感じですね。大体こんな感じでできましたね。で、あとは鉄筋を、そうだな、鉄筋だな、本当だったら、で下からもう一個根太みたいなのを何本か入れて、でその根太みたいなのに、あ、蜂が寄るな、まあ、根太みたいなのに、あれをやっておきますか。ちょっと筋か、根太みたいなのを打って、その根太を支えるように斜めの鉄筋が打てればいいなと思うんだけれども、まあ、ちょっとダメかな、まあ、とりあえず不安ながらやっていこうか。まあ、ボタン打てるとこまで打っちゃおうか。はい、まあ、一応これ片付け終わって、まあ、トタンを打っていく作業ですね。で、これはまだお盆明けだったかな、お盆明けが帰ったか。で、まだすげえ暑くてね、これきついんだわ。で、あとは、だいたい60センチ間隔にしたんだけれども、たるきがこれが狭かったね。あ、広かったんだわ。だからもうちょいたるきの間隔は、30で良かった気がします。で、もし余裕があるんだったら、もうちょ、じゃあそこの荷物どかしていきましょうか。はいはい、ごめんな、まあ、とにかく納屋の中を行ったり来たりで、どこに何をどう持っていくかっていうので頭ひねりながらやって、まあ、これは動画で振り返るからこそ、あ、そういえばこれこうやってやってたんだねみたいな、そんなのが自分の奇跡みたいなのが見えて、まあ、僕も嬉しいっすよね。字が時間になりますけど、でもよくやったと思いますね。やっぱりその
初めての一発目だから、その物件選びっていうのもそんなにね、目が肥えてないから、交渉術もそんなかけてないからなっていう感じですよね。ほらもう、まあとにかくここは僕の家なので、まあ最悪僕の拠点として、まああればいい、そういう感じなので、まあむしろ僕の拠点なんですので、まあもっともっとやりたい放題やったとしても全然 OK ですね。まあ、そこをどうするかと、まあむしろやりたい放題なんで、まあここをね、今後 DIY の練習の拠点にしてしまってもいいわけで、まあいろいろ使い道っていうのはありますね。まああと、これはですね、タルキだね。タルキを1本渡しただけなんですけど、あと2本ぐらいかな。タルキに対して垂直に、カンカンを入れてあげて、で、タルキを支えてあげるように、カンカンの強度でタルキを支えてあげるようにしてあげれば、まあ良かったかなって思ってます。まあ、タンカンは来年入れますね。もう金が続かなかったんで、はい。ギブです、今年は。いや、でもね、これスペースができてくると、やっぱりいいっすよ。で、スペースと屋根ですね。雨の日でも、その資材を置いておける屋根があったら、まあいいっすよね。で、かつそれが風で飛ばされないこと。まあ、それが、まだ前提条件ですよね。何やってんだろうな。もうとにかくもうその時その時をね、終わらせることでもう手一杯ですよ。全体に対してその差し支えがない。まあ、要は、行き当たりばったりすぎて、全体を振り返った時にもうなんかギスギスする、建物に対しての、ギスギス感とか不具合がないようにはやってるんですよね。全体から見た上で、まあこれをやんなくちゃいけない。全体から見た上で、これを、この程度を手抜くには差し支えないよね、全体的にはっていう感じでやってましたね。かなり駆け足でやりましたよね。まあその回あってかようやくね、それなりに暮らしていけそうなところまでは、大丈夫な状態にはなりましたよね。まあ、あと、まだまだ、やってみたいというか、できるようになりたいなっていうことはあるので、まあ、ここでガチャガチャこう試していければいい、そんな感じの家に仕上がりましたね。はい。ですね、かなりね、風強くなってきたんで、一旦これで終わりにします。トタンが飛びそう。トタンを持って橋を登るのが嫌なんで、今日はこれで終わりです。はい、ですね、これを録画しているのが10月18日ですね。まあ10月20日でプレオープンは終了です。なので、まあ来年なんでしょうね、来年まあ誰もが来てくれるように、選ばれるようには理由を作っていこうと思います。ではでは。